変形性股関節炎。これはもう長いですか？変形性股関節炎。3、4年。これこっちで、こっちですね。もう関節がもうくっついちゃってるって感じですね。右ね。痛いってこう脳に行くじゃないですか。はい、だからなんか変にかばうから。うん、これあの体重下げると痛いやっぱり。こっちが痛いです。痛いね。はい、これで痛いね。はい、OK、OK、分かりました。新しい人生がスタートです。ね、よかったね。以上でございます。松田さん、痛いところがなんか全身ですね。はい。右なんですけど、はい、首カッター。右ね、はい。変形性股関節炎。これはもう長いですか？変形性股関節炎。3、4年。肩こり、首こりは20年くらい。ヘバーで、ね、あ、ヘバーで、ね、変形しちゃってるのね。はい、はい、はい、必要であれば、これもうどれくらいまで上がるんですか？あ、上がるんです。こっちが痛い。開かない、開かない、うんうん、ちょっと携帯の写真見、はい、入れます。はい、スカスカだからこれを撮って見せて、はい、もう時期に歩けなくなるからで、1件目の先生の写真です。確かにね。で即もう、うん、あの出廃するから人工関節入れるって、うん、コロナが収まってる、はい、これここは映っても大丈夫ですか？大丈夫です、はい、こんな感じですよ。これこっちで、こっちですね。もう関節がもうくっついちゃってるって感じですね。こっちは大丈夫じゃないですか？です、ね、あの正常で痛いです、ね、もう白くなっちゃってるでしょ、ね、痛いです。これ痛いんですよね。はい、痛い。わかりました。ちょっとできる範囲でね、やってみようと思います。はい、お願いします。はい、ちょっと立ってもらっていい？はい、向こう行って。はい、背中から拝見します。あー、この辺からね、だいぶこっちの方が出っ張っちゃってるね。歩き方が多分あのちょっとね、歩き方見てたらちょっといい真似して、ね、多分ね、こうやったらできるんですよ。そうそうでしょ。ちょっと何か歩いてみて。あ、はい、そうね、歩いてみて、うん、なるほど。右の方に体重が乗ることはできるんだけど、なんか歩き方がちょっと左右バラバラですよね。痛いってこう脳に行くじゃないですか、はい、だからなんか変にかばうから、うん、これあの体重下げると痛いやっぱり。こっちが痛いです。痛いね。はあ、これで痛いね。はあ、OK、OK、わかりました。もう一回。それで、この背中から分析するとね、こっちの方が出っ張っちゃってるから、体はね、右には倒しやすいの。ちょっと倒してみて。こっち側はまあ倒れやすいけど、反対側は倒しにくいじゃない？硬いじゃんか。わかる？わかります。わかる？ OK。で、左にひねってみて。左に体を、上半身。はい、こっちはひねるんだよ。でも反対側はひねりにくいやつ。ほら、違うでしょ。わかる？全然違う、ね。だから背中から見て、そういう歩き方っていうか、立ち方っていうか、日常生活してるんだなっていうのはこれでわかるです。ちょっとお辞儀してみて。これ、あ、差が広がるね。これ痛い？痛くないです。もう大丈夫？はい。はい、じゃあ起きて。はい、後ろ反ってみて。これはどう？痛くないです。どうした？もうちょっと倒れる？あ、倒れないんだ。硬いね。はい、じゃあねじって。ねじるのは大丈夫？ねじる。ここ痛いです。右が痛いね。右の外側が痛い。ここ痛い。ここ痛いですね。OK。はい、そのまま後ろに倒れて。これはどう？大丈夫。大丈夫。OK。反対ひねって。これは平気？あ、こっち行きやすいよね。これ。こっちは大丈夫。はい。で、後ろ反って。どう？大丈夫です。大丈夫。OK。はい。じゃあ前がないから万歳してみて。万歳。うん。これ、僕は痛い？腰とか。うん、右、あ、もうこれ全部出るね。オッケー、はい、オッケー、下ろして、はい、上向いてみて。全然向けない。あ、結構あの硬いですね。これ上向いてるでしょ。向きます。オッケー、わかりました。じゃあ、はい、仰向けで寝てみてください。上向きね。はい、松村さん、こんなに見て、めっちゃ違う、ほら、左右の親指の長さ見える。そんなに違うよ。今年チャンピオンかもしれない。え、今年のチャンピオン。ああ、よかった、来て。ね、
すごい。素晴らしい。2センチ以上。すごいね、これ。ね。もちろんこうやったらあれだけど、ね。ほら、自分で揃えてもこんな違うでしょ。ほら。ね。っていうことは、これ違うでしょ。もちろん痛いんですよ。だからこれが痛い。ね。痛い。痛いでしょ。でもね、反対は痛くないの。ね、ごめんね、もう一回だけ。ああ、ごめん、やんないから、はい。ね、痛いでしょ？ね、でそして、こっちの股関節は、ふにゅって柔らかい。ね、でも硬いね。うん、硬い。で、反対側は、これあ、もう乗らないよ、これ。痛いんですけど。ね、痛いよね。で、ほら、全然落ちないでしょ。これが、落ちないでしょ。こういうのが、まあ、股関節の症状だよね。はい、両膝曲げて、わあ、こんなに違うんだな、こんなになっちゃってるね。だからまずね、痛いのはこっちなんだけど、ここが痛いね。ね、ごめん、こっちは痛くないの。ほら、これが痛い。こっちは平気、柔らかいでしょ。で、これが痛い。あ、ごめん、はい、こっちは大丈夫。で、これが痛い ね、こっちは平気ね。で、これが痛いね、こっちは痛くないっていう具合に、もう左右バラバラね。ちょっと松村さん、手を取ってここして。そう楽にしてね、楽にして、はい、ほら、こっちついてるけどこっち浮いてるよね。これ左右差だね。こっから手を、はい、こっちめっちゃ浮いてるよね。こんななったでしょ。肘の位置がね、肘伸ばして、肘を伸ばす、伸ばしたまま耳に寄せるところ、スカっていうかね、もう何これ、すごい。肘伸ばして、伸ばしたまま耳に寄せるところね、もう握り拳1個分ぐらい違うでしょ、ね、こういう感じになってます。さあ、じゃあ痛みのチェックね、動きのチェック、これ痛くない？大丈夫です。これも平気？少し。どこ痛い？あそこ痛いんだ。少しですね。こっちはこれどこ痛い？そこね、OK、ここから開くのは、あ、痛い、開けないんでね、OK、両膝曲げて、はい、お尻を動かす。これ平気？あ、これは少し痛い。少しだね。 OK、下ろして、はい、これは大丈夫なんでしょう。まっすぐは大丈夫。まっすぐ大丈夫。膝曲げたらどう？膝曲げた状態は、あ、右が少し痛い。どこ痛かった？あそこね、OK、はい、これはどう？あ、ここが少し痛いです。こっちは痛くないです。はい、こっち倒してみて、大丈夫？はい、はい、反対、硬い、かわいそうに。分かりました。はい、じゃあちょっとうつ伏せいいですか。うつ伏せね。はい、そして、あの、膝を伸ばしたまま足上げてみて、こっちどこまで上がる？こんなもん。はい、反対上げて、だいぶ違うじゃない？OK、だいぶ違う。こういう左右差がいろいろね、症状を起こしちゃってるんですね。 OK、で最後、あの、横向き、向こう見て、向こう、反対、そう、あ、枕しようかな、枕、どうした、これは、大丈夫、はい、で背骨をね、上から触っていくんだけど、痛かったら教えて。痛い？痛くない？ちょっと痛い？痛くない？少し痛い。うん、この辺痛いよね、ちょっとね。どう？こんなことない？上が痛いね。この辺は平気？下が痛くない。大丈夫？大丈夫？この辺は？痛くない。あのさ、松村さんさ、呼吸浅いっしょ、いつもあんまり意識したことない？あんまり意識したことないけど、最高、うん、これね、胸椎っていうのは少し後ろに出っ張んないといけないんだけど、これ扁平なんだよね、うん、これさ、肺とか心臓が入ってるから、これここの部分っていうのは少しね、後ろに盛り上がらなきゃいけないのよ、うん、で、腰は少し前側に沿わなきゃいけないんだけど、これね、全部一直線になっちゃってる。だからね、疲れる背中だろうなと思う、うん、で、なんでこんなに鍛えてんの？お腹、この腹筋がボコボコなんだけど、腹筋？うん、これ、なんかめっちゃ鍛えてるでしょ。鍛えて
てるわけじゃないんですけど、うんうん、仕事が仕事仕事何やってんの？介護補助です。介護補助、介護補助は筋トレになるのかな。すごいな、オッケー、仰向けだって。そんなに、うん、すごい、やってなくてもいいんだ。オッケー、じゃあやっていきますね。はい、息を吸って、はい、ここにして、はい、ここにして、ほら、ついた。さっきこっち打ったでしょ、ね、ほら、いい子じゃん、ね、こっから、はい、こう、はい、肘を伸ばす、肘を伸ばして、伸ばす、はい、伸ばして耳に寄せる、来た、ね、でしょ、っていうことは、股関節もいいやつ。ちょっとうつ伏せだって、うつ伏せで、はい、これで、はい、こっちの足上げてみて、ほら、いいぞ、はい、反対、もういいじゃん、はい、あ、そっか、仰向ける検査をしてみよう。仰向け、これね、先に仰向けやれる。それで、痛かったやつ全部確認するね。あ、足の、なんか、あ、まだやっぱダメだけど、見て、だいぶ揃ってる、ほら、自分で見える？はい、さっきより揃ってない？はい、ね、指2本が1本ぐらいなんだよ。それでこれさっきと比べてどう？あ、はい、少しあ、やばいですね。やばい、やばい、やわらかい。あ、やばいって言ったの。あ、いや、これはあ、ちょっと痛い。痛い、痛い、あ、少し痛い。両手曲げて、はい、お尻上げてみて、上げやすくない？あ、すごい、はい、はい、まだまだ。これはどう？さっきお尻が痛かったです。あ、痛くない、痛くない、OK、はい、これはどう？あ、痛くない、 OK、 こっちは？あ、痛くない、いいじゃん、はい、そして、お、なんか柔らかくなった。え、どう？どう？あ、痛くない、痛くない？ OK、OK、 さあ、それで、おそらくね、はい、松本さんね、ここが痛いの。こう押して、ここ痛いでしょ？痛いです。自分で触って。痛いでしょ？痛いです。ね、それから、お首は、はい、ここが痛い。痛い？痛いです。自分で触って。痛い。これ、痛いでしょ？痛い。そのままそのまま。はい、でも、あることすると痛くなくなるの。あることって、こう。これでどう？ここ、痛み。痛くない。首はどう？首。痛くない。でしょ？っていうことは、ここから全て始まってるところなんです。で、手を下ろして、こう下ろして、いい？このまま、はい、曲げる。痛い？股関節。痛くない。はい、開いて。どう？痛くない。やった。はい、やった。すごい。ね、でもまあ、はい。はい、立って歩いて。以上でございます。スリッパ脱いだら？痛くない？スリッパ脱いだら。うん、大丈夫でしょ？大丈夫ね、よかったね、よかったね、足上げて、ちゃんと外上げて、やった、これ痛かったの、ね、え、なんで？わかるじゃん、今整体したでしょ、整体したんですよ、今なんでってやめてよ、整体受けておいて、ちょっとおかしいじゃないですか。すごい先生、ね、そっちでびっくり、そっちでびっくり、そうそう、なんで先生に良かったっていう意味、じゃあちょっと宿題出しますので、あれ痛くない、よかったね、うつ伏せだって、よかったなんてもんじゃないって先生、ね、手術しなくていいのかな、もしかしたらね、うつ伏せになって、あ、うつ伏せね、そう、もうちょっとね、なんか 3分で終わっちゃったら申し訳ないので、もうちょっとだけ、はい、吸って、はい、吐いて、立って歩いてきて、はい、もう早歩きとかできちゃう、はい、どう？重たで歩いて、
はい、上見て。ほら。すごいすごい。ね、さっきこのね、さっきね、このだろ。ふざけてんのかなと思ったんだけど。違うでしょ。ね、ふざけてませんね。ふざけてませんね。じゃあもう一回やってみて。そう、これがほら、今顔と天井が平行でしょ。これが正常可動域だ。ね、これで新しい人生がスタートです。ね、よかったね。以上でございます。はい。すごい。本当にありがとうございます。宿題忘れないで。はい。ね、メモっといて、あっつって。はい。じゃあ次の方どうぞ。はい。お願いします。